はい。それではですね、えー、前回に引き続き、えー、インストールしたケークウォーク by バ,バンドラボ、えー、旧ソナですね、を、えー、日本語化していきたいと思います。後々あの、日本語化するかもしれないので、えー、元に戻す方法なんかもやっていきたいと思います。えー、まず、この集積場っていうサイトから、 えー、URL は概要欄に貼っておきます。ここで、えー、日本語化の手順を説明してくれています。これで通りにやっていきたいと思います。えー、まずメニューなどを日本語に切り替えることができる方法をお伝えしますと書いています。レジストリの書き換えをします。レジストリの書き換えなのでやり方通りに沿っていけばできるんですが、えー、ちょっとレジストリとかいじったことないっていう人は、ここにですね、ダウンロードって書いてますが、 一発で日本語化してくれるものを置いておいてくれています。まずこれをダウンロードしましょう。はい、ダウンロードが完了しました。はい、ダウンロードしたファイルをですね解凍するとこの3つのファイルが出てきます。で、これが日本語化にするファイルですね。で、これは戻すときのファイル。なのでこのセットは取っといた方がいいですね。で、最初に読んでね、読んでみましょう。 ロ付したファイルでレジストリー内のケイクウォークの言語設定を書き換えることができるエクスプローラーなどでケイクウォーク日本語 .reg をダブルクリックすると情報を追加すると中略、えー、続行しますか、まあ、やり方書いてますね、はい、で簡単ですこれをクリックするだけですねクリックして実行でこのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますかはい 情報を追加すると値が変更または削除されてしまいコンポーネントが成長正常に動作しなくなることがあります。これも OK です。で OK ですね。はい、これで日本語化されているでしょうか。ちょっと戻ってみましょう。ケークウォークを立ち上げてみます。はい、この上のメニューが無事日本語化されていますね。はい 環境設定、オーディオフォルダの整理とかドキュメント始めて、1つネックなのがこのスタートスクリーンのここですね、こことかが、えー、逆に今度は、えー、英語化してしまっています。これは仕方ないとのことです。で、ちょっとファイル立ち上げてみましょう。はい、こういうところも日本語化されていますね。 あと、このプロセスとかオーディオラックとか、はい、全部きれいに日本語化されています。で、環境設定とか見てみましょうか。はい、何も問題ないですね。ちゃんと日本語化されています。で、日本語化されてない部分がもう一つあって、このヘルプモジュールですね。ヘルプモジュールはこういうふうにね、何かやるたびにここに ヒントみたいなのが出てくるんですがこれが日本語化されていませんこれを日本語化する方法はですねさっきのサイトに書いていますちなみにこのダウンロードから下の部分は手動で日本語化する方法が書いていますレジストリーエディターから手動で日本語化する方法ですねで、ここに書いてますねこの状態でケーキボックを起動するとメニューや環境設定が日本語で表示されるはずですしかしヘルプモジュールは英語のまま なのでこれも日本語化しましょうと書いていますこれ日本語化していきましょうまずこの場所をエクスプローラーで開いてくださいと書いていますで単純にコピーしてこのエクスプローラーに貼り付けますそしてエンターを押せば開きますね、はい、で文章を読んでみましょうこの中のヘルプテキスト ja.dat が日本語のヘルプデータなので 現在のケークウォーク,ケーク,ウォークは、ヘルプテキスト en.dat しか読み込んでくれてないので、ヘルプテキスト ja.dat のファイルを、ヘルプテキスト en.dat に書き換えます。要は、今これを読み込んでる状態なんですね。えー、ソナーは。で、これを <laughs>、 この JA をまずちょっとこれかぶるので書き換えちゃいましょう A としときましょうかでまずここの書き換えちゃいましたヘルプテキスト、えー、ENA に A をちょっと付け足しときましたそれで、えー、こっちですねヘルプテキスト JA を今度は EN に変えます English の略ですす。ね。はい EN、に変えます、はい、これでこっちのファイル中身は JA ですね日本語のファイルが入っていますこの EN を読み込んでくれると思いますこれはそのまま残しておいた方がいいですね後から戻すこともあると思うので、えー、このまま残しておいた方がいいと思いますでエクスプローラーを閉じますでケークウォークを立ち上げてみます はい、それでは何かファイルを立ち上げてみます。えー、新規作成にしておきますね、とりあえず、えーと01はい。ちゃんとヘルプモジュールが日本語化されました。はい、これで、えー、問題なく今までと同じように、そんなプラチナムと同じように使えると思います。でさっきのスタートスクリーンですが、これは英語のままです。 これは仕方ないいみたいですね後々、まあ、全体的に日本語化対応してくれると思うのでその時は、えー、逆の手順をやって、えー、英語に戻してからちゃんとアップデートして日本語化した方がいいと思います、まあ、今のところはまだ日本語化されていないのでこうやって手動で日本語化レジストリをいじって、えー、日本語化する方法がいいと思いますすぐ戻せるのでね、はい で少しちょっとソナを見ていきます、えー。まずですね、オーディオ FX メーカー名でちょっと並べ替えます。基本的にはソニタスの、えー、エフェクターが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。これで、これは今まで通りですね、ソニタスが入っています。で、ブーストと。で、オーバーロードの TH3 が入っています。これはちょっといいですね。最初からギターシミュレーターです。ちなみに。ギターのアンプシミュレーターですね。 だからあのギタリストの方はギターを弾く方はかなり重宝すると思います、はい、TH3 が開きました TH3 はフル画面にすることができますここを引っ張ると大きな画面で見ることができますで基本的にあのギターシミュレーター使い方わかんないという方はこういうところにねプリセットが最初から用意されていますこれで例えば70年代ロックリードとか えー、クリーンドリーミーとかいろいろ名前が付いたプリセットが入っているのでこういうのを使っていくといいかもしれません、はい、こういうふうに、えー、最初から用意されているプリセットを使うと分かりやすいと思いますまあ自分なりにちょっといろいろ試したい場合はですね例えばこうアンプを変えたい場合はちょっとこっちのアンプにしたいこのドラッグアンドドロップするだけですで まあエフェクターをちょっと足したいとかこういうふうに直感的に触ることができますでまあこういうのをいじったことない人でも簡単に使えるようになっていますここにまあチューナーがついていたりとかチューナーですねえールーパーがついていたりとかいろいろ機能がたくさんついています で、オーディオ FX はこれぐらいですね。ちゃんとあのー、基本セットというか、まあ、コンプ、ディレイ、イコライザー、ゲート、モジュレーターとか、えー、フェイザー、リバーブとかが、ちょっとワウとかね、ちゃんと入っているので、基本的に困ることはないと思います。あのー、特に初心者の方は、えー、これぐらいシンプルな方が使いやすいかもしれません。で、まあ、各チャンネルのここ、イコライザーがあったりとか、 もするので、こういうのを活用していくといいかもしれません。VST とかをちょっと見ていきましょう、えー。ベースはですね、SI ベースギター。これはソナーでおなじみです。ドラムも SI ドラムキット。で今までずっとソナーシリーズには入っていたケークウォーク TTS1。これが入っていますね。これはソフトシンセですで。ピアノは SI エレクトリックピアノ。ストリングは SI ストリングセレクション試しにちょっと立ち上げてみますはいこんな感じでおなじみの画面が出てきますで今回ちょっとあのー、一部変更があったところといえばですねピアノロールピアノロールがなぜかもう黒バックになりましたね背景が今まで白背景だったんですがなぜか黒になりましたまあ別に見にくいこともないので 問題はない。と思います、はい、こんなところですね。あと、ボーカル用のメロダインだったりとか <laughs>、えー、そういうのは別途購入してください。えー、今まであのソナーを持っている方は、ソナーから直接入れてください。えー、ソナーに入っているプラグインとかは全部使えますので、VST2、VST3 両方使えます。何も変更はありません。 まあただ、プラグインとかが減っただけですね。はい。これを機に、えー、DTM を始めたかったっていう人も、かなりいい機会だと思うので、ぜひインストールして使ってみてください。えー、この Cakewalk by BandLabo と、オーディオインターフェースがあれば、すぐにでもレコーディングや作曲が始められるので、あとはドラム音源とか、ベース音源とかね、というのは結構フリーソフトもたくさんあるので、 FX とかそういうのをちょっと探してみて入れていったりねまたちょっとあの難しいことしたくなったらプラグインを買ってみるとかそういう感じでこれをベースに進めていってくださいやっぱり DAW ソフトっていうの結構いい値段するのでこれぐらいのクオリティの DAW ソフトはかなり値段も張ると思うので是非この機会に使ってみてくださいそれではクロスロードラボでしたバイバイ